皆さんこんにちは。今年も始まりましたマンスリーサンフレッチェ。なんか元気でいいね。どうしたの、どうしたというか、いつもはさ事務所で撮るじゃん。そうだね、なんでまた撮り直さんといけんのかなって。なぜそうだよね、なぜこう撮り直す。何があった。今回あの私のミスで、はい、音声が全く取れておりませんでした。え？もう一回。大変申し訳ございません。まあただ一番その今までのやってきた中で、まつりさんは一応ね、はい、一番やる気を出してやってましたね。まあちょっとそれは取れ高は相当あったと思うし、手応えもね、2年目を迎えてだいぶ慣れた感じで、まあ取れたので、まあ、それがちょっとお蔵入りになるっていうちょっと残念さはあるんですけど、ただですね、まあ、今回その特別ゲストに、選手がね登場してくれてますし、いろいろと話をしてくださっているので、あのその特別ゲストをメインに今回のマンスリーサンフレッチェはあのお送りしたいと思いますんで、あのしっかりとね浜田候補にはちょっと反省をしてもらい、あの後でちょっと反省をしている、まあ、映像もねちょっと撮らせていただいて、こちらからちょっと撮らせていただいて、そこもちょっとくっつけながらお送りしたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、あのそういった感じであの今回はマンスリーサンフレッチェをお送りしたいと思います。じゃあ、はい、早速、詰めてみましょうか。それでは柏選手に来ていただきました、よろしくお願いします。どうもこんにちは。自宅から参戦です。めちゃめちゃ元気だね。今月のフットシーンで、まあ、札幌戦のゴールをちょっと僕が選ばせていただいたんですけど、あの実際このゴールシーンというのはしっかり覚えてますか？ね、僕は覚えてるんですけど、カズさんに今日この話したら全然カズさんなんかこれ知らなかったから、カズさんが選んだんじゃねえよ。これコウジさんが選んだんかなと思って、今日は夕方お願いしますって言ったら、え、何の話みたいな言われちゃったんで、カズさん僕のゴール忘れたなと思って。いや、ゴールは覚えてる、全然覚えてる。あ、そういうこと。カッシーが出演することを俺はスタッフから聞いてなかった。ゴールは覚えてるから、ゴールは。ありがとうございます。ちょっとね、なんかあの、はい、このゴールシーンをちょっと振り返ってもらって、あのちょっと解説をしてもらいたいんですけど、はい、ちょっと一回映像を見てもらってもいいですか、振り返り。そうですね、まあ、映像見なくても、まあ、頭に入ってるんで大体できるんですけど、まあ、一応見ましょうか、はい、視聴者の方、はいはい、落ちて受けたビエイラ反転で遠くを見たスピードスターの藤井です。さあ藤井、横パス使ったダイレクトシュート。あそこまで札幌ディフェンダーを下げさせた、まあ、その中でこの空間生まれましたよね。あとはまあこの左からのボールに右足で合わせるというのは非常に難しいシュートなんですけど、美しいね、まあ、のテクニックの高さ、ね、これ優也が落ちたんですから俺切れてました。これもボールもらう瞬間にもうシュートのイメージだった。そうですね、まあ、藤井があの運んでる時に横パス柔らかいボール来たらもうインサイドで当ててるとっていう考えながらちょっと走ってて、で柔らかいボール来たんで、まあもう、まあ、インステップっていうよりはインサイドでちょっと流し込もうかなって思ってたので、まあ、走りながら考えられたんで、あの感じかなと思います。まあとっさだと多分振り遅れたりしたと思うんですけど、まああとあの技術の高さがあの出たかなと思います。柏の、はい、柏の、まあイメージが、はい。いや、多分自分で言わなくてもみんな分かってるから、じゃあ言っとかないと いけないかなと思って。確かにね、まあ、やっぱイメージはあって、あ、カットやっぱイメージがあってもやっぱ技術がついてこないと得点にならないんで、やっぱそこ技術の高さが出たかなと思います。いや、はい、あそこはね、だから最初にどこからボールをもらおうとしとったけど、はい、また瞬間にまたすぐ走り出すよね、柏は。で、多分ゴールを2回ぐらい見ようったし、はい、やっぱそのシュート打つ前から準備がね、しっかりできとったっていうのが、やっぱり、まあ、ゴールにつながったかなっていうか、まあ、あとは技術の、はい、高さが、はい、出たと思いますね。あ、カット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 したがるんだよな、カズさんは、本当に。プレーもカットするし、もうね、プレーもカットするし、もうね、現役時代のカットもしまくるしね、もう本当にね。
実際のこの試合、後世がね、立ち上がりでシュートを決めたことによっても、やっぱりこう、後世取ったんだからみたいな気持ちにもなったじゃん。そうですね、なんか嬉しかったですし、まあ、試合前、コーチさんともやっぱりやってやろうっていうのは言ってましたし、まあなんか今日あるなっていうのを2人で言ってたので、まあそういう意味では、自分の立ち位置だったり、気持ちっていうのをもう一回見せれた試合かなと思います。歌詞に憧れてというか、目標とする選手に挙げている藤井選手からの、まあ、パスを決めたっていうところも、まあ一つ、藤井にとってはすごく良かったね。まあ彼のキャリアの中でも、初めての結果っていうのが、僕自身になったっていうのも、まあ、一つ意味があるかなと思いますし、今度はまあ藤井のゴールを自分が引き立てるような動きっていうのもしたいと思うので、頑張れればいいかなと思います。あのシュート技術をやっぱ教えた方がいいんじゃない？そうですね、なかなか教えてもできないんで、長い年月をもってしっかり教え込みたいなと思いますけど。今年もそのコロナに気をつけながら、はい、プライベートの方も結構大変だと思うけど、プライベートで何か変化とか、なんかハマってることじゃないけど、なんかそういったものってあんの？いやー、本通り行く回数が減りましたね、確実に。そうだよね。はい、マジで休みになれば用事なくても市内出てたんで、なかなか行く機会が減ったっていうのはあるんですけど、はい、カッチはね、プレーと同様に、なんかいろんな人から、なんか歌詞見たよ見たよっていう、ちょろちょろしてんだろうなっていうのがすごい、いろんな、何ですか、プレートとかね。まあ確かに、はい、結構もう じっとはしてないですね。はい、まあ、最近は料理ハマって結構毎日やってますし、ね、はい、なんかそれが苦じゃないですね。なんか考えて作ってで作った料理を家族がなんか食べて喜んでるっていうのが料理人のなんかあれですね、心得みたいなのをもう知っちゃったっていう感じですか、ね、料理人の、はい、スタンドキャリアはそっち？そうかもしれないですね。今年は YouTube かなんかで、ね、ちょっと料理作ってる姿とかはいいんじゃない？そうですね、なんかカズさんも、ね、僕をなんかレギュラー化させたいっていう意見も聞いたので、なんかそういうコーナー作ってくれれば、はい、カズさんそうだよね、カズさんと一緒にやりますよ。ねえカズさん。俺が今度ゲストで参加するから、まあ、この YouTube の視聴をね、楽しみにされてる方たくさんいるので、はい、まあ、その方たちにちょっと一言、メッセージをお願いします。そうですね、いっぱい、見ていただいて、視聴回数を増やしていただきたいということと、選手に何かをしてほしいとか、誰々選手に何々してほしいとか、まあ、歌詞に何かしてほしいというような企画とかあれば、どんどんコメント欄とかにも載せていただければ、選手もできるだけのことはやりたいと思いますし、YouTube 当日楽しいことをやりたいなと思います。ありがとうございます。はい、本当に。YouTube は見たりするの？あ、YouTube は結構いろんな動画を撮ってまして、格闘から、カップル動画から、いろいろ、森脇亮太選手の YouTube 始めたので、そちら見たりとか、いろいろ分析はさせていただきます。早いんだよね。すごく早いね。はい、またお願いします。頑張ってください。はい。はい、もう大丈夫ですか？はい。もう一回尺足ります？いや、カズさんにカットされるんで、カズさんにカットされるんで大丈夫です。この辺でこの辺でありがとうございました。はい、頑張ってください。ファミリーの皆様こんにちは。広報の浜田と申します。この度は私の不手際によって、広島を代表するレジェンドに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。これからも皆様に楽しんでいただけるようにマイクテストだけは忘れないようにしますので、よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ真面目なやつ。めちゃくちゃフォーム。めちゃくちゃフォーム。これ使ったらいいじゃん。使えるな。